こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。ご飯をしっかり食べた時に、体重が増えるように見える場合があります。それは、体脂肪はあまり増えていないんですが、水分量が上がるということが起こるというのは、なぜそうなるのかというメカニズム、一つ前の動画でご紹介したんですけれども、体重と水分の関係なんですけどもね、私たち人間の体の中で一番多く占めているのは水分なわけです。で、この水分の変動って結構体重にも影響するところになりますし、あと実は見た目もすごく影響しているところがあります。体内の水分量というのは生まれてから死ぬまででだいぶ変化していくものなんですね。で、赤ちゃんって、体重の8割ぐらいが水分と言われていまして、まあ潤いですよね、潤ってるわけです。なのでお肌もプルプルしてるし、透明感、みずみずしい感じですよね。まあ、体の水分量が多い高いという状態は、まあ、お肌もそうなんですけども、まあ弾力もあって、いい状態ですけど、実はこれ年とともにどんどん減っていくわけです。成人は一般的に体重の 60% 前後が水分と言われますが、高齢者だとさらに減って、中には 50% 切っちゃうような方もいるわけですね。で、この現象を見ただけで、生まれてから死ぬまで人はどんどん乾いていくという、そんな状況で水分が奪われていくことが老化現象といってもいいような状況なわけです。で、水分が減っていくにつれシワが出てきて透明感がなくなっていくというところなので、まあ美容という観点から見てもですね、水分が減るってちょっとこうもったいないなというところなんですけれども、まあ単純にですね、体重減らしたい場合、水分抜くのが一番簡単なわけです。水分ってすごい変動しやすいので、なのでもう水分を抜くと体重は簡単に減りますが、ちょっとこうカサカサシワシワで、ね、軽くなって、本当にそれでいいんですかっていうことですね。見た目もそうですが、体の中の水分量が少ないということは、例えばリンパ液とか血液とかの水分の部分が少ないということは、循環も悪くなって詰まりやすいとかっていう問題も出てきます。ですので、ただただ体重を減らすことではなく、ちゃんと必要なものがしっかりある状態で、こうね、体の状態を保っていただきたいなというところで、ご飯をしっかり食べると体全体の水分量がぐっと上がってくる。結果としてシミ、シワ、くすみみたいな、こう見た目の肌の状態ってかなり変わってきますし、体の中のこの循環機能というのも変わってくるというところがありますので、そういう意味でご飯をしっかり食べる方法というのは、ぜひ健康にも美容にもおすすめしたいというところになります。体重だけ見て判断しないでねというところですね。はい、この体重と水分の関係、ちょっとイメージ変わってもらえたら嬉しいなと思います。それでは次の動画もぜひ見てください。チャンネル登録はこちらです。